サフラン・ウェルデンのバトラー男爵リチャード・オースティン・バトラーはイギリスの政治家一大貴族。保守党内のリベラル派の領袖であり、20世紀中期の保守党政権下で閣僚職を歴任し、何度も首相候補として取り沙汰されたが、ついに首相になることはなかった。リチャード・オースティン・バトラーの頭文字を取って、ラブの愛称で呼ばれた。1902年12月9日に、 イギリス領インド帝国のアトックにて、植民地インド行政官、モンタギュー・シェラード、ドーズ・バトラーとその妻のアンの息子として誕生する。ケンブリッジ大学を卒業。1929年5月から1965年1月まで、サフラン・ウェルデン選挙区から選出されて、諸名院議員を務める。保守党に所属した。1932年から1937年に、 かけてインド担当省政務次官、百三十七年から九百三十八年に、かけて労働省政務次官、百三十八年から九百四十一年に、かけて外務政務次官を務めた。九百三十九年に、枢密顧問官に列する。戦時中の第一次チャーチル内閣の九百四十一年から九百四十五年に、かけて教育庁長,長官。 ついで1945年5月から8月まで労働大臣を務めた。教育長長官在職中の1944年には中等教育の義務教育化を定めた教育法制定を主導した。これにより戦後に中等教育が広まった。1945年から1951年の労働党政権アトリー内閣の野党期には保守党調査部で実験を、 古い政策立案を担った。そしてアトリー政権が推し進めていた福祉国家の概念と折り合いをつけた。1951年10月に保守党政権第二次チャーチル内閣が成立するとその財務大臣に就任。就任時の最初の問題は朝鮮戦争の資金調達であり政府総支出の30%を軍事費に注ぎ込んでまかなった。 朝鮮戦争終結後も軍事費は下がらなかったが、1955年までの5年間に国民所得が40%増えたためその負担にも耐えやすくなった。さらに所得税の減税も可能となった。また保守党政権は全労働党政権に対する反発からその左翼政策を取り消すのではと予想されていたが、その予想に反して労働党政権が行った。 完全雇用政策や福祉政策は保守党政権でも維持され、また労働党政権で国有化された分野の中で、バトラーが民営に戻したのは、鉄鋼と道路輸送だけだった。そのため、バトラーの経済政策は全労働党政権の財務大臣、ヒューゲーツケルの経済政策と大きな差がなく、エコノミスト氏は、その連続性をバツケリズムと表現している。 首相がイーデンに変わった直後の1955年春の予算案では所得税減税や家族手当増額を盛り込みそれによって国民人気を獲得し5月の総選挙の保守党の勝利に貢献しただが選挙目当ての減税は景気悪化もあって急速に財政を悪化させ7月に至って金融引き締めを実施し市中銀行への貸し出し制限 分割払い購入のデポジット引き上げなど、デフレーション政策を行った。加えて10月には公立の物品税を課す、補正予算を組んだものの、これをきっかけとして、バトラー批判が紛失。イーデンは12月に、内閣改造を行い、バトラーを財務大臣から外し、王子少書と庶民、院内総務に横滑りさせた。スウェズ戦争をめぐっては、改戦前には会議派だったが、 開戦後はその疑念を引っ込め、スウェズ問題をめぐる党内意見の一致に努めた。そのスウェズ戦争の結果、経済的な打撃などから1957年1月には、イーデンは辞職。この時公認の首相に取り沙汰されたが、彼のリベラルな政治姿勢は、チャーチルら保守党長老政治家からいやいやされ、スウェズ戦争の閣内取りまとめ役だったことも、あだとなりさた闇に終わった。 結局公認の首相には、スエズ戦争に関しては、距離がある立場で、アメリカ合衆国との関係も深かった、マクミラン財務大臣が、長老政治家たちの支持を受けて公認に選ばれた。 バドラーは1957年1月から1962年7月まで、その内閣の内務大臣、ついで1962年7月から1963年10月まで副首相を務めることになった。1963年10月に、マクミランが辞職した際にも首相候補として取り沙汰されたが、マクミランは外務大臣の第14代ヒュームク、 アレック・ダグラス・ヒュームを後継者に指名し、エリザベス・ジョーもヒューム博に祖閣の大名を与えた。そのためバトラーは、またしても首相になり、そこね、1963年10月から1964年10月まで、ヒューム内閣の外務大臣に甘んじた。保守党が野党となった後の1965年2月に一代、貴族サフラン・ウェルデンのバトラー男爵に乗されて、 貴族院議員となった。また、ケンブリッジ大学トリニティカレッジ学寮長となり、その役職に集中するため、政界を引退した。1982年3月8日に死去。たびたび首相候補に、名前が上がりながらリベラルな政治姿勢のために、保守党内で嫌われて、ついに首相になれなかった、不遇の政治家として知られる。バトラー自身は、自分の最大の政治上の功績を、 バトラー法と通称される1944年教育法と考えていた。戦前はイギリス国民の5人のうち4人までもが小学校、教育しか受けていなかったが、戦後バトラー法によって中等教育が義務化されてすべてのものに中等教育が行き渡ったためである。1965年2月19日に以下の一大貴族爵位を与えられた。 1926年4月に実業家、絵画収集家、サミュエル・コートールドの娘シドニー・コートールドと結婚し、彼女との間に三男一女を設けた。うち次男のアダム・バトラーは、庶民院議員を務めた。ありがとうございます。